さあ、ボートレースオールスター後半戦、残り3レースやってみたいと思います。2位頭で買うか、2位3位4位頭で買うかを選んでいく船券勝負なんですけれども、全敗です。はい、ということでもう取り戻すしかありません。10レースから行ってみたいと思います。さあ、ここも一応進入がそのままでしたけれども、まあ難しい。はい、一応説はもう1、2、3、4だけ買えばいいというところで、あと2着も5と6は来ない的な感じで言ってたんですけれども、まあ案の定初日イン逃げか3コースが勝ってるという形で来ております。はい、まあ、本当中差しが入らないなっていうところがありますよね。モーターパワーいい選手がいる場合は2着に食い込んできてました。はい、羽野選手だとかその辺ですよね。ということで買い目ですね、ここ田中選手のイン戦こんな感じに勝てました。はい、まあイン逃げという形でここスタート揃うのかなというところで行きました。で、注目は馬場選手が4コース戦が、まあ、1着か2着大体取るんですけど、 76% 3メーターなんですけど、モーター的になんか弱い雰囲気が出ておりました。で、新田選手もあまり出てない買いモーター扱いでもあるので、まあ、うち3艇で決まりなのかなというところで、はい、もうイン逃げが濃厚かなと。で、ちょっと失敗した時は瓜生選手のまくり差し、もうそこだけということです。はい、瓜生選手はなんか良さそうには見えたんで、あとまあ田中選手はまくられて陰線は、まあまり負けないんですけども、 72% の陰線勝率で残すっていうのがちょっとデータでもあったので、まあ、刺さる方ので取りましたけれども、こう馬場選手いってねえか、馬場選手、あ、いや、これ1221、21はマジ勘弁、いや、まくりそう、よし、飲んだ、よし、ちっさん、次、奥は、いいよ、萱原選手はいいよ、いや、これ6まである、やばい、ちょっと萱原選手ね、モーターいいんすよ、いや、これやばい、やられそう、回したと刺させるかな、あ、ぶつかりそう。あ、やられた、やばい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 、また裏返しだよ、いや、これマジ削ってくれ、山田選手がいなくなったら結構いいかも、いや、萱原選手出てるわ、あ、ダメだ、頼む、耐えてくれ、ぐー、無理だ、あ、終わった、うーわ、最悪だ、最悪だ、いや、もう外が馬場選手も弱くて新田選手も弱かったんで、もうちょっと握りながらの差しになりましたね。これもう無理だわ、マジ無事。この6号艇が飛んでくるタイミングってマジ分かんないですよね。攻めてないですからね、4号艇が。結局モーターパワーでっていうところで飛んできた。12倍でかい、激でかい。瓜生選手もその先は良かったんですけど、2マーク、2マークがマジで荒れますね。うわー、引きずる、これ最悪だ。はい、ということで萱原選手が来ました。まあ、馬場選手本当に出てなかったですね、新田選手も。さあ、決まりした後の打ち差し、出るところを切っちゃいましたね。2マークまではと思ったけどダメだ、モーター差でやられた。福岡やっぱモーター大事ですね。あと残り2レース、もうお金を張るしかない。だんだん怪人みたいになってきた、悔しい。さあ、11レースが始まるとしております。まああと残すところ2つなので、12レース中勝つにはですね、この2レースは必ず当てないともう戻せない。
もうボートレース本場行ったらもうこの2つ2回当てなかった、2回でもね届かないですよね普通に考えて。あーまずい、これは終わったかもしれない。終わった、終わった、終わったかもしれない。本番も3号艇の太田ややピットで遅れましたが、今1対4、3号艇ということで、回目こんな感じにしました。はい、ここ多分前提スローになる可能性がすごい高いっていうところで、まあ太田選手がで、あのピット遅れて大外に行ってましたけれども、まあ枠なり想定で僕は今回は勝っていましたけれども、でも4は内に入りそうなのかな。はい、ということで、ここは注目は今垣選手かなっていう感じで、いや行き足よりもまあ出足系は結構いいのかなっていうところで、まあ見ていきました。で多分これは白井選手が3コースになると思います。離れ悪かったですからね。ってことは、まあ、あとは今垣選手と高島選手、まあこれ後ろ引いてもいいんですけどね、スローでスタートが切れないならスローでしょうっていう感じですけど、太田選手は入らなかった、うん、外行った。長島選手は付き合わない、スローだ。それならまだマシかな。はい、4の頭は、まあ、白井選手といえば3コース戦結構強いんで、まあ、そこで買いました。差しも考えたんですけど、まあ池田選手モーター出てないみたいなんですけど、いつもの嘘だと信じたい嘘だと信じたいです。高崎選手へこんでないか、これお、やばい、これまくられるな。終わった、終わった。あ、やばい、この先がある。よし、耐えろ。ただその後の先がない。長島選手、あとは、がこれ無理だわ。いやー3が来てるし、全速だ。打ち出しで2が来る可能性があるか。よし来た。いやダメだ、ほら長島選手だ。うわー、きっちりー、マジマジかー。池田選手は、インコースがですね、2着か1着という、3着はないんですね、あんまり。頼む、これ、岡崎選手。いや、無理。ここ当てないと、マジで。まあ、30倍ぐらいはついてるかもしれないですけど、これ、まあ、でも買えないよね。普通に考えて。コースで、まあ、ごちゃついたっていうのもあったし、まあ、その先に関してはもう、いやー、単純にここは、まあ、5コース戦で、その6の方が出てた風に見えたので、もうそこを信じてっていう感じですね。今垣選手の、まあ、5コースという形で、勝ったんですけど、無理でしたね。40ゲバイ。くぅ。やばい。いつ当たるんだこれ。くっそー、やばし。はい、ということで415、枠的には3コースの白井選手がまくったという形ですね。池田選手も張りに行かなかったんで2着残し、11連敗。もう取り戻すにはもうあれしかない。ドリーム資金ぶち込みます。さあ後半ラストドリーム戦が始まりました。さあもう今のところ12レースをかけて4万2000円使っております。一度も当てておりませんライブから。はい、皆さんよくぞ見てくれてます。ということで、ここ峰選手の陰線ですね。はい、まあここはポイントがいっぱいありますからね、まあその辺どうなるかというところですけれども、まあ枠なりではあるとは思うんですけれども、まあ枠なりでしょう。はい。ここはまあ肝はですね、まあ、峰選手の陰線は、今17連勝中です。やばい。で、ちなみにその負けた、前回負けたのは福岡の優勝戦なんですよね。はい。まあ今日ちょっと穏やかな水面でもあるんで、全速でも回れるとなると、まあ買い目をね、こんな感じにしてみましょう。はい。
で注目なのは、まあ、ブス島選手ですね。元は出てないって言うんですけど、もう僕、ブス島選手のインタビューはマジ参考にしないんですよね。で、もし出てないんであれば、これ先枚、要するにもう2、3着狙いの、峰選手に対してつけ前。もうそれを、まあ、ライブ中にも言いましたけども、あるなというところの目で買ってきました。で、その場合だと4の差し、3の差しが入ってくるとは思うんですけど、大山選手自体もちょっとあんまり良くないなっていう雰囲気なので、まあ、井口選手の、まぶり差しっていうところですね。あとは、まあ、単純に大山選手が凹んで、井口選手が絞る形。まあ、スタート早いですから。そこの小野選手ですね。なので、ブス島選手の握り込み。ということですね。まあ、桐生選手はもう差し傾向の選手なんで、3コースも抜きで勝つことが多いんですよね。だから、もし外前した場合は飛ぶんじゃないかというところで、これもうオッズがマジで分かりません。見てないので、まあ、その辺でかけてみました。さあ、ブス島選手もね、そんな遅れない。大山選手1点ね。やばい、これ1点ね。まくられる。やばい。もうこれ一番人気か。外前だな。これ大山選手が来たら結構つくかもな。1、3だったら。小野ちゃんも来てる。1、3、6? それは美味しい。いや、これで一番人気になりそう。小野さん、小野選手が来なかったら一番人気。これは、ブス島選手の差し場ある。けど、これは厳しそうだな。外前したら、見させないだろうね。山の方が来てる。うわ、一番人気だ。まあ、しょうがない、これは。こればっかりは、もう、ブス島選手、全然出てなかったですね。もう、一番人気という形で、来ました。はい。12連敗。もう、そうですね。一点買いとかはもうちょっとね、ここで一点買いしたらやばいですよね。いや、これはもう、スタート決めた。もう大山選手もスタート切ってましたね。気足自体も悪くなかったんですかね。追いかけてる。やっぱこう、男子と女子の差、もう本当出るんですよね。やっぱその SG ってタイトルになってくると、その辺の2、3着取り。しかもちょっと迫ってましたし。まあ、この初日はもう本当うねりなく、もう穏やかなんで、そういう時は、もうインから逃げるというのが正攻法でしたね。はい、ということで、1、3、5、一番人気です。今回、検証船券ということで、1、オア、2、3、4だけ頭で勝ってれば、大体勝てる説。グレードレースの福岡ということでやってみましたけれども、今回ですね、イン逃げ8本、そして3コースにいた選手が4本。ということで、グレードレースは、もう5、6コースは買わなくていいぐらいまでなってきましたね。福岡ボードレース場、むずいです。そして、やはり1日やった場合、勝ち切るのは大変だと実感しましたので、僕も修行して出直そうと思います。ということで、お付き合いいただきありがとうございます。次回の動画でまたお会いしましょう。それでは、シュガーでした。